KF-21 トラメは、韓国の KAI 韓国航空宇宙産業が開発中の第 4.5 世代ジェット戦闘機のことだね。韓国の戦闘機だから、鼻からあまり期待はしていないよ。だってあの韓国だもん。そうだね。トラメは2001年3月に当時の韓国大統領である金大中氏が KF-X 開発計画として発表し、その後、開発中止や再開、計画変更など紆余曲折はあったものの、2014年1月に韓国軍より本格開発の方針が正式発表されたよ。この KF-21 トラメの開発には、韓国だけではなく、インドネシアも共同開発国として参画しており、開発費の 20% を負担しているらしいな。その KF-21 トラメだけど、韓国メディアの中央日報電子版にて、2022年1月24日付の記事で、KF-21 トラメに関する記事を複数回掲載していたので紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。記事の中で2021年4月9日に慶尚南道の KAI 四川工場にて、KF-21 トラメの試作1号機の出庫式が行われたことに関する記事があったよ。この出庫式では、韓国のムンジェイン大統領とインドネシア国防大臣のプラボー・スビアント氏が臨席。試作1号機は盛大にお披露目がなされたんだけど、物議を醸したのは、この後の試作1号機の状況だね。試作1号機は、出庫式を終えた後にエンジンを取り外されただけではなく、骨組みだけを残して全て完全分解されたんだ。一般的に航空機開発の過程で、ロールアウト後に重整備を行う以外に機体を完全分解することは非常に稀であるために話題となり、試作1号機は、出庫式に間に合わせるためにハリボテ状態で組み立てただけではないのか？実際には開発は大きく遅れているのではないか？という憶測を呼び、韓国防衛事業庁や開発元の KAI へはマスコミからの問い合わせが殺到したみたい。その後、韓国防衛事業庁や KAI の関係者は、完全分解したことを認め、地上試験に至る過程における計画的な工程に過ぎない旨の説明をしたのみで、詳細な状況は不明なまま、分解に至る詳細は関係者の間で観光令が敷かれたとの噂も流れていたよ。中央日報が掲載した記事によると、出庫式に出された試作1号機には各種機器が搭載され、機体にも戦闘機向けの塗装がなされており、その他、KAI 四川工場内に試作2号機から試作6号機までの5機の試作機が製造されているとのことだね。そのうち、試作2号機から試作4号機までの4機は短座型の機体で、組み立て作業は終えており、技術者たちによって操縦席周辺の確認が行われている様子が書かれており、複座型の試作5号機及び試作6号機については、組み立て作業中であったとされているんだ。この記事を見た読者からは、記事の中にあった試作1号機及び試作2号機にはエンジンが搭載されており、工場内部で組み立てが完了した試作3号機及び試作4号機の操縦席周辺を数名の技術者が取り囲み、計器類の確認を行いながら各種試験を実施していたとの文章に対して、試作3号機及び試作4号機にはエンジンが搭載されていない状況であるのに組み立て完了とはどういうことなのか？といった疑問の声が上がっていたんだって。また、記事の中では試作機への機体塗装についても触れられており、KAI の事業管理室長の話として、機体塗装については飛行試験の中で、より偽装効果に優れたデザインを採用するとしているのに対し、読者からはステルス戦闘機の戦闘ではレーダー性能が重要であるのに、機体塗装による偽装効果を追求してどうなるといった意見が寄せられていたよ。この機体塗装についてだけど、韓国メディアの東亜日報が2021年8月に報じた記事では、KAI が委託している民間業者が、電波吸収機能を備えたラムペイントを開発したと報じており、それを塗装することで、どの世代の戦闘機であってもステルス戦闘機になるとしており、KF-21 の試作機にそれを塗装することで効果を検証するとされていたんだけど、これが実際に試作機に使用されているのかは不明ってわけ。しかしながら、ラムペイントについては、塗料が非常に高価な割に劣化が早く、メンテナンス費用が著しく上昇してしまうという欠点があり、このことから、ラムペイントの開発に力を入れている国はほとんどなく、東亜日報が報じた記事の続報も確認できないことから、その実現性には疑問の声も上がっているぜ。記事を読んだ読者からは、ラム塗料で塗装さえすればステルス性を獲得できるなら、他国は早々に導入しているだろうとの声が聞かれ、KAI が委託した民間企業が開発したラムペイントについて疑問を投げかけていたみたい。今後の KF-21 トラメ開発のスケジュールについては、搭載予定のエンジンである米国ゼネラルダイナミック社のグループ企業である、GE アビエーション社製 F414GE400 エンジンの動作試験が完了次第、
滑走路上での地上走行試験を実施した後、2022年6月末頃から飛行試験に移る見通しであることが示されているよ。当初は飛行試験を7月からを予定していたんだけど、試験予定が繰り上がっているのは、組み立て作業が順調に進捗しているからであるとしているんだって。しかしながら、韓国では実際の開発状況の進捗度よりも、予定された開発スケジュールを重視する傾向があり、本当に開発が順調に進んでいるのか疑問視する声も上がっており、韓国軍の兵器開発で蔓延している手抜きが、KF-21 トラメの開発計画でも発生しないか不安感が広がっているぜ。また、この飛行試験の1ヶ月前倒しについて、当初から組み立て期間の短縮は困難である旨を示していたロッキード・マーティン社の技術者は、飛行試験が前倒しできたことはミラクルであるとの驚嘆した旨の見解を示しており、中央日報の記事では、これを韓国が誇る技術力の成果であると誇らしげに語っているようだな。しかし、これに対しても読者からはこれは称賛ではなく呆れているのではないか？韓国は過去の失敗に反省することなく、また似たような失敗を繰り返すつもりか？といった不安視する声が多く聞かれているね。今回実施予定の飛行試験では、検証していくことが多岐にわたり、まずは飛行性能の検証として、飛行高度や航続距離を順次伸ばしていき、飛行特性の確認と搭載機器が正常に動作するのかのチェックがなされるんだ。その他、戦闘機として必要な高速起動時の並走機器の動作確認や増装を装備した際の飛行特性の確認もなされていくなど、膨大な試験を繰り返し実施していく中で問題点の洗い出しを行っていくことになるってわけ。これが信頼性につながっていくんだが、この試験回数を開発期間内に捻出できるかも疑問の声が上がっているみたいだな。現在の韓国では、ムンジェイン政権になってから、労働者保護政策が進展した影響で、週52時間の労働規制が徹底されるようになったため、技術者の労働時間も制約を受けることになり、開発スケジュールの遅延が懸念されているんだ。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で部品調達の遅延や作業員への感染拡大による人員不足の懸念もあり、今後も開発には困難が予想されているよ。中央日報の記事では、このように KF-21 が実用化されるまでに必要となる、これからの開発工程の困難さを紹介しているんだけど、この記事とは別に中央日報が同日配信した KF-21 に関する記事も話題になっているよ。その記事では、開発元である KAI の最大の関心事は KF-21 の海外販売であると題されており、記事の中で世界は第6世代ジェット戦闘機の開発が進展しており、米国、中国、ロシアなどが2040年代には開発していくとしているんだ。しかしながら、実際に第6世代ジェット戦闘機の開発が進んでいる国としては、イギリス、スウェーデン、イタリアによるテンペスト計画と、フランス、ドイツ、スペインが共同開発している FCAS、日本が開発中の次期戦闘機 F3 開発計画であり、それぞれ、2030年代半ばには実戦配備を予定しており、記事の冒頭から内容の信憑性には疑問が出てしまっているんだよね。そのような記事の中ではあるんだけど、KF-21 を海外へ輸出するには第6世代に進化させていかなきゃならなくて、そのためにはレーザー兵器の搭載、高い発電能力を有し、マッハ5での飛行を実現させるエンジンの開発、電子戦への対応が必要な技術的課題であるとしているよ。ここでも読者から大きな疑問の声が上がっており、レーザー兵器の開発以前に国産エンジンの開発が先、第 4.5 世代戦闘機を開発しているのに第5世代を飛ばして、いきなり第6世代戦闘機を開発できると思っているのか？もっと現実を直視するべき。海外からの技術供与に頼って開発を進めている段階なのに、数段飛ばして第6世代の話は早すぎる。まずは飛行試験に集中すべきとの厳しい意見が多く出ているってわけ。また、KF-21 の海外輸出については、共同開発国のインドネシアが開発費用の支払いを遅延しており、さらには2022年2月10日に、インドネシア軍の次期戦闘機としてフランスのラファール戦闘機を42機購入することが決定したよ。他国への輸出について議論する前に、共同開発国をつなぎ止めることすらできていない状況について、韓国は危機感を持つべきだと思うんだけど。ただ、いずれにしろ飛び立たなければ話が先に進まないのも確かだね。今年6月に予定している飛行試験が成功するのか、注目していきたいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。また見てね。また見て。また見てくれよ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 。また見てね。
また見て。また見てくれよ。また見てね。また見て。また見てくれよ。また見てね。また見て。また見てくれよ。また見てね。